南北ベトナム間の軍事境界線と非武装地帯が設置されていた頃のベンハイ川流域図。ベンハイ川はベトナム区アンチ省を流れる河川。安南山脈に橋を発し、北緯17度線付近をおおよそ東の方向へと流れて南シナ海へと直接注ぐ。長さは約1 0 0トルであり、幅の最も広い場所での川幅は約2 0 0ルに達する。 川口部は、クアンチ省のビンリン県とゾーリン県の境界となっている。ベンハイ川は、かつて、ベトナム中部における重要な国境線となった河川であった。ジュネーブ協定によって、北緯17度線が北ベトナムと南ベトナムとの軍事境界線となり、この川が、ほぼその北緯17度線上に存在したからである。同協定によって、この軍事境界線付近には、 非武装中立地帯が設定されていたが、その範囲は、おおむねベンハイ川を中心とする幅約4キロメートルの場所であった。よって、この川は、非武装中立地帯の中心であったと説明されることがある。この川に架か,かるヒエンルオン橋は、当時北半分が赤色に、南半分が黄色に塗られていた。ベンハイリバー、伊藤千尋。観光コースでないベトナム歴史、戦争。 民族を知る旅、公文献、P117、ISBN4 から874981674、ありがとうございます。